マイキです。本日の企画は、はい、今までマイキはシリとかボーカロイド様々なものを歌わせてきたと思うんですよ。ここ最近で言うとシリうっせぇわ、あれはもう視聴者からもう好評だったじゃないですか。いやもうおかげさまでね、僕から聞いてもあのシリが一番うまいなって思うし、あれは結構頑張ったけんねボーカロ P も始めたけん意地を見せないかんと思ってね。まあそういうのもあって大体何でもうまくできるじゃんマイキって。まあまあ歌わせることはねできる、うんうん、ということは誰の歌声でもかっこよくできちゃうんじゃないかと。一応ミックスもねお仕事でメインでさせていただいてることの一つなので、なので今回はとある人の声をいじってもらいたいと思います。なるほど、とある人とはゆゆうたさんです。許可取ったの？いや、まだ取ってないけど。今から？そう許可を取ってもらうところからやってもらって、取れなかったらボツっていうことでやっていきましょう。なるほどですね。まあ、ゆうたさんとはねもう今まで4回かねコラボさせていただいて、プリキュアにどんな気持ちに、ドラム気持ちに、アンパンマン VS アンパンマンとかやってきましたけど、ちょっと連絡してみるかな。来た、いいって。早すぎて、ゆうたさん返信早いよね。ゆうたさんありがとうございます。ありがとうございます。今回挑戦していただくゆゆうたさんなんですけど、ゆゆうたさんの歌声って加工してない状態で出されてるじゃないですか。確かに普通どんな人も曲を出したりカバーを出す時って必ずミックスっていう工程が行われるんですよ。まあ皆様よく聞く加工ってやつなんですけど、加工って言うと言い方が悪いけどね、みんな加工はするんですよ。米津玄師さんもヒゲダンさんもあいみょんさんも YOASOBI さんもみんな加工をして曲って出すんですよ。加工って言うとさ、ビューティープラスでもうあまりにも顔をいじりまくるみたいなさ、そういうイメージだから加工するイコールズルしてるみたいな、そういうイメージがあるかもしれないんですけど、全然そんなことはなくて、もう当然の工程なんですよ。食べ物とか商品を出す時も必ず綺麗に並べてデコレーションしてパッケージに詰めて出すじゃないですか。そのままバーンって出さずに。あとこれすごい言いたいのがね、 TikTok とか YouTube とかの音楽コンテンツで見とってすごい思うのが、その加工しすぎやんとか加工してるだろうって書く人おるやん。コンプレッサー、イコライザー、ゼロダイン、リバーブ、ディレイ、どれのことですかって感じだし、世の中もほんとズルしてるやろって思いたい人が多すぎる。時代もどんどん進んできてるのでね、みんな何の先入観もなしにね音を聞く時代が来ればいいなと思うんですけど、まあ言われたことないけどね。でもなんか言われてる人を見るとね心が痛くなりますよね。違うのにって思っちゃう。とは言いつつも多少やっぱり良くはなるんですよ。当然の工程とはいえやっぱり歌は上手くなるんですよ。あのちっちゃい頃の芦田愛菜さんがね、まるまるもりもりあんなに綺麗に歌えるはずがないんだよ。だから技術的に可能ではどうしてもあるんだよね。まあ公式歌い手さんの動画とか見ていただいたら分かる通り、まあ無理なもんは無理なんですけど、20点を100点にはできないんですけど80点は100点にできるんですよ加工で。っていうまあだいぶ話はそれたんですけど、そんな加工ミックスを一切行ってないゆゆうたさんを加工してしまったらどこまで伸ばせるのかっていうのを検証していきたいですね。でも俺思うんやけど、ゆゆうたさん歌うまくない？普通にやっぱピアノやってるだけあって音程もリズムもちゃんとしてるし、直すところある発声じゃない、やっぱ特徴的なのって。あー確かにね、あの行き過ぎボイス君が弱コミュニケーション、エレクトーリカルコミュニケーション、あれ多分ね直せんのよね。加工で声質って変えれないんですよ。音程とリズムとかあと技術をちょっと上げたりすることはできるんですけど、声質だけはどうしても変えれないんですよ。まあでもそこをなんとかするのがマイキなんですよね。できるかな数々挑戦していただいてるんで、きっと僕はできると思ってるんで。わかりました。じゃあ普段全く無加工生物のゆうたさんをミックスしたら一体どうなってしまうのか、僕のできる限り全ての技術を使っていい感じにしていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。許可をくださったゆうたさんありがとうございます。本当にそれでは早速やっていきましょう。それでは魔改造やっていきましょう。魔改造完了いたしました。それでは聴いていただきましょう。綺麗なゆうたさん。住所を特定された時、ツイッターの取られた時、動画が不適切になった時、北朝鮮から手紙が届いた時、
時、動画が降って季節になった時、北朝鮮から手紙が届いた時、うんこの基人が飛ばれた時、ネットのおもちゃにされた時、でもみんなの応援のおかげで今でも活動をできてる時、ねえ今どんな気持ち、ねえどんな気持ち、ねえどんな気持ち、ねえどんな気持ち。無理だったね。完全にゆうたさんの癖を消してしまったね。多少ピッチがずれてたり不安定な部分もやっぱりゆうたさんの良さなんよね。やっぱ俺もちょっと今回整えてもらったの聞いて思ったわ。ゆうたさんじゃねえもん。ゆうたさんに似た何かやもんということでちょっと悔しいので今回振り切りたいと思います。整ってるけどゆうたさんらしさがちょっと残ってるみたいな、今中途半端な状態なのが一番良くないと思うよね、うん、やけん今回はゆうたさんのこの元の音源を使ってどこまでゆうたさんから遠のけるか、そして一般的にいそうな歌手っぽくを大事にしつつ、いい感じになるようにさらに頑張っていきたいと思います。中傷確定された時、 Twitter の取られた時、動画が不適切になった時、北朝鮮から手紙が届いた時、これを聴いたらラプラスの全てが分かるというね。いやもうそうですよ。そういうアルバムになっているのでぜひぜひ聴いてください。今流れてるリード曲「百花繚乱戦」もミュージックビデオ上がっておりまして、そちらとアルバムのリンクを概要欄に貼っておくのでぜひぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。